各国の人口全世界の人口ピラミッド人口は、ある人間集団の相対を指す概念であり、またその集団を構成する人間の総数を指す統計上の概念である。一般的には、国家や特定の地域にいる集団について用いられる。日本の人口として、最も一般的に用いられているのは、国勢調査によるものである。国勢調査では、 外国人も含めた人口が把握されており、国籍別の集計結果もある。平成22年国勢調査を参照。住民基本台帳による人口は、日本人の身に関する統計であったが、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行及び外国人登録法の廃止により、住民基本台帳法の適用対象となった外国人が含まれることとなった。 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を参照。20世紀に人類は人口爆発と呼ばれる人類史上最大の人口増加を経験した。過去6000年間に存在したすべての人口のおおよそ5分の一が現在の人口である。1994年の世界の人口分布など、 世界人口における65歳以上人口割合、OECD 各国の老人一人当たり、生産年齢人口21世紀の現在、先進国をはじめ世界の多くの国々で、老年人口の相対的増加、すなわち社会の高齢化が進んでいる。国際連合は2050年には、世界人口の18%が65歳以上となると予測している。 OECD 諸国においては、現加盟国のすべてにおいて、2050年には一人の老人を三人以下の生産人口にて支える社会となると予測されている。フランスでは、少子化対策制度をいくつも打ち出し、出生率も先進国中最高レベルである。アメリカは、先進国の中では、出生率も比較的高く、移民も毎年入ってくるため、高齢化は、 緩やかなものになると見られている。日本の総務省の2007年2月の月次推計では、総人口1億2774万人に、対し、老年人口2694万人で、老年人口比が21.1%となり、超高齢社会である21%を超えた。なお、日本の総務省の2007年の年次推計では、総人口127、 77,000人に対し、老年人口27、46、4000人で21.5%であった。12種別人口では、馬年生まれが最も少ない。これは、日の江馬の年に生まれた子供は良くないという名信から、日の江馬にあたる1966年の出生数が少なかったことが大きな原因と考えられる。百六十六年は、 出生数136万974人であり、1965年の出生数182万3697人、1967年の出生数193万5647人と、前後の年よりも出生数が少ない。次の日の絵馬1966年から60年後の2026年である。馬年生まれの次に少ないのが、 取り年生まれである。これは1945年の第二次世界大戦の戦況悪化による出生数激減が大きな要因と考えられるが、合計特殊出生率の過去最低値も取り年である2005年に記録している。中華文化圏である中国大陸、台湾、世界各地の華境においては特に留年は縁起が良いとされ12年周期で、 ベビーブームになる傾向にある。ヘビ年は縁起が良くないとされ、少子となる傾向がある。概念学術研究。ありがとうございます。